久々に来るな、これ。ショッ。うっさいな。花村に見せたことないっしょ。けど知恵は赤の科目以外はいつも平均点以上だよね。そこフォローになってないから。メリハリよメリハリ。リセちゃんまで。違うの、ごめんなさい。私新しい学校でもどうせ当分は友達うまくできないって思ってたから。きっかけが事件なんかじゃなきゃもっと良かったんだけどね。てかそう、事件の話だけど、今回のモロキンの件どう思う？夜中の番組に全然映んなかったのか。もしテレビの中に入ったならクマがわかるはずだよ。前より鼻効かなくなってきてるけど、それくらいは間違えないクマよ。けど死体見つかったのまた霧の日だったんでしょ。現場の様子も山の姉や小西先輩と同じだったってニュースで言ってたし。犯人の動機本当何なのかな。どうして諸岡先生が狙われたんだろう。恨みってんならモロキン恨んでるやつなんざ数えきれねえ。でも確かテレビで話題になった人が狙われるんじゃなかった。テレビ見て狙い決めてるなら被害者と面識ない犯人ってイメージだけど、そういうタイプは動機なんて考えても意味なさそう。会ったこともないのに意味わかんない理由で恨んでくる人世の中にはいっぱいいるし。ああ、リセちゃんが言うとそういうのリアルだね。けどモロキンの場合真夜中テレビだけじゃなくて普通のテレビにも出てなかったしな。まあ全然わからん。しかしうちの高校から続けて2人か。警察うちの人間に目星つけて目光らしてんだろうな。俺白状するとさ、正直心のどこかでモロキンのやつが犯人かもって思ってたことはあんだ。うちから二人目って言うけど実際はもっとだろ。それにあいつ死んで当然とか何度も言ってたことあったしな。けど疑って悪かったなってムカつくやつだったけど、こんな死に方ありえないだろ。モロキンだけじゃねえ、かわいそうっつうかなんつうか、とにかく犯人許せねえよ。モロキンのためにも私たちにできることやるしかないよ。こうなるとうちの学校になんか関係あるってのが今んとこ有力でしょ。なら私たちで手分けして。その必要はありません。おめえ諸岡さんについての調査はもう必要ありません。なんでよ。容疑者が固まったようです。ここからは警察に任せるべきでしょう。なんでなこと。お前が。僕が県警本部の要請で来ている特別捜査協力員の探偵だからです。なんだそりゃ。容疑者固まったって誰なの。僕も名前は教えてもらっていません。容疑者は高校生の少年ですから。メディアにはまだ伏せられていますが、皆さんの学校の生徒じゃないようです。ただ今回の容疑者手配にはよほど確信があるみたいですね。今までの事件と問題の少年との関連が周囲の証言ではっきりしているそうです。逮捕は時間の問題かもしれません。無事解決となればまたここも元通りひなびた田舎町に戻りますね。容疑者は高校生。そうか。でお前は何しに来たんだ。伏せられてるんだろ。なんでわざわざ知らせに来た。皆さんの遊びも間もなく終わりになるかもしれない。それだけは伝えておいた方がいいと思ったので。
関わったことは否定しないんですか？まあいいでしょう。僕もこれ以上どうこう言う気はありません。遊び？遊びはそっちじゃないの？探偵だかなんだか知らないけど、あなたはただ謎を解いてるだけでしょ？私たちの何を分かってるの？そっちの方が全然遊びよ。こっちは大事な人殺されてんだ。遊びでできるかよ。それに約束もしてるしな。ゆうすけ。遊びか。確かにそうかもしれませんね。何よ、急に物分かりいいじゃん。そっか、容疑者固まったのになんでこんなとこブラブラしてんだと思ったら、容疑者分かったらお払い箱なのか。で、寂しくて来てみたとか。探偵はもともと逮捕には関わりませんよ。それに事件に対して特別な感情もありません。ただ必要な時にしか興味を持たれないというのは確かに寂しいことですね。もう慣れましたけど。謎の多い事件でしたが、意外とあっけない幕切れでしたね。じゃ、もう行きます。何なの？言いたいことだけ言って。容疑者上がったって本当にこのまま解決なのかな？さあな。よっ。
る。そう。Thank you.
Still I can, still I can, oh baby, I need your love.
やめてよ。ごめん。私、やるわ。じゃあ、お疲れ。
行こう。もう行くわね。じゃあお疲れ。アース。
Oh.
私だけ。お父さん、
超ネミ。ふっ、もう人の顔見てあくびしないでよ。ねえ、英語の問いさん、熟語に書き換えのやつは？ユースト2にした。また間違った。里中、一生日本暮らしだな。和を満喫しろ、和を。かぁ、もういちいちムカつく。うーす。お疲れ様、じゃないや、こんにちは。うわ、ここにも負け組が。何よ、英語くらい。いざとなったら通訳でも何でもつけてもらうもん。先輩は？わあ、なんか余裕。何の余裕？もういいっすよ、テストの話は。それより事件の方どうなってんすか？そうだな、久々に特捜本部に行っとくか。なんかちょっと気が抜けたね。いや、テスト終わったこともだけど、ほら、容疑者固まったってやつ。なんていうか、私たちしか解決できないんだみたいに気を手。まだわかんねえよ、逮捕されたわけじゃねえ。情報待ちってとこっすかね。たく、容疑者上がったのはいいけど、どこ行ったんだか。こっちはもうクタクタだっての。あっと、君たち聞いてた？事件はもう解決に向かってるから、犯人が捕まるの時間の問題だから、安心したまえ。うん。無差別に人をさらって殺人なんて絶対許されないからさ。決まってるよ。もう行かないと。なんか頼りになんねえな。けどさすがに警察で手配中じゃ、俺たちの出る幕はないか。そうっすね。そうだ、テストで分かんないとこあったんだけど、銀鏡反応に使われ 40% 溶液がホルマリンとして知られる化学式 HCHO とは何かだっけな。でさ、 HCHO って何？私酢酸にしちゃった。って、そっか、お酢なわけないよね。ねえ、幹事もこの問題出たでしょ。うっせえ。つか、幹事って呼ぶな。幹事、私には冷たくない？先輩たちも鼻血出してんのに。は？鼻血って、おめえ、それどっから？まあ、ほら、リセちゃん、勉強ならユキコに聞いたら？だってせっかくなら異性の先輩に聞きたいでしょ。先輩、私のこと迷惑ですか？すげえ。うわ、この子何気に危険。話題変えない？あ、そういえばクマくんってどうしてんのかな。あ、そっか、俺の連絡すんのを忘れてた。ほれ、
あそこ。住み込みで働かせることにしました、マスコット。ああ、むしろ着せたんすね。逆転の発想だ。てかあいつ幸せそうでいいな。あっちに帰んの嫌って言うからしょうがなくな。暇だからからかってくっかな。あ、私も行く。ふかふかに触っていいっすかね。ね、先輩、学校も慣れてきたし、これからはもっといろいろ遊びに行きたいなって思ってるの。でね、私ほらやたら人に知られてて一人じゃ不安だし、それに先輩いろんなこと知ってそうだし。本当？やった！特集です。稲葉市で連続している逆さにぶら下がった状態で遺体が見つかるという異様な殺人事件。3人目の犠牲者が出て以降、捜査の進展は未だ発表されていません。番組ではこれまでの流れを事件映像をもとにまとめました。ご覧ください。犯人捕まらないの？お父さん、頑張ってるもんね。
ごめんなさい。これあげる。
のこと見てるつもりなんだ。みんな僕のこと知ってるつもりなんだ。それなら捕まえてごらん。おい、見たか？今の誰だ？俺知らねえよ。ニュースや特番で見かけたか？なんかゾンビみたいにテンション低かったけど。よっと、ああ、分かった、うるせえな。悪い、クマに変わるわ。先生、クマクマ、初めて噂の真夜中テレビ見たクマよ。やっぱこれ、さっきの子の抑圧してる気持ちにあっちの世界が共鳴して起きてる現象クマね。誰かが撮影してるとかじゃないって、これではっきりすっきりしたクマだけど、さっきの子多分もうあっちの世界に。どうするクマ？さすが先生、頼れる。クマ、胸キュンしたクマ。入ってるってどういうことだ。いつもは事前にぼんやりしたのが映るだろう。てか、あいつが言ってたセリフ聞いたか？捕まえてごらんって。そういや、見た目少年だったよな。ああ、もしかしてあいつ。いや、結論を急ぎすぎだな。明日すぐ集まってみんなで話そう。やっとかかった。花村もずっと電話中で、ユキコともさっき話してたの。あれってさ、突き止めるしかないよね。明日すぐ集合しよう。よし、リセとクマがあっちを探ってる間、俺たちはここで作戦会議だ。で、昨日のだけど、みんな見たよな。見ててネクラが映りそうだったぜ。死んだ魚みてえな目でボソボソ挑発しやがって。とムカつくぜ、クソが。なんなんすか、あいつ。実はどっかで見たような気はしてんだけどな。昨日はいきなりはっきり顔まで映ったから、いつもと違うなって思って知恵に電話して、それで話しながらふっと思ったの。あの子犯人なんじゃないかって。ただの勘っちゃ勘なんだけど、つながるんだよね。話じゃ容疑者は高校生の少年。モロキンの件で足がついて指名手配。そんなタイミングで昨日のテレビだ。おまけに捕まえてごらんなんて意味ありげな挑発。そんで、例えばだ、男子高校生の A 君がいます。 A 君は何かの拍子であの世界に入れるようになりました。 A 君は何かの動機から命を奪う目的で人を次々とテレビに放り込みました。別の世界なんて警察には証明できない。それは絶対足のつかない最高の手口でした。ところがある時からテレビに入れても人が死ななくなってしまいました。仕方ないのでモロキンの時だけはテレビを使わず自分で殺しましたが、足がつきました。指名手配された A 君には逃げ場がありません。ああ、もしかして逃げ込むために自分からあっちへ行ったってことっすか？ああ、
それで捕まえてごらんってか。ああ、先輩意外と頭いいっすね。ムカつくなお前。テレビに映った人を狙った理由はまだよくわからないけど、もしかしたら諸岡先生にだけは本当に恨みがあったのかも。だって足がつくのを覚悟してまで実行したわけでしょ。諸岡先生の時だけテレビが無関係なのも、そう考えれば一応わかるっていうか。ただあの子、逃げ込んだ後はどうするつもりなんだろう。クマさんがここにいるってことは、あの子出られないんじゃ。まさかやけになって自殺しちゃう気とか。そういえばめちゃ暗かったし。いや、そんなんじゃないな。犯人はテレビに入れた人間がこっちへ戻ってきてるのを知ってるはずだ。天城や幹事はともかく、芸能人のリセが死んでないことを掴んでないわけはないだろう。つまり少なくとも出る方法があるってことを犯人は知ってる。とにかくここまで来たら全部本人に聞くしかないだろう。お、ナイスタイミング。どうだった？ダメ、情報少なすぎて足取りつかめない。中に誰かいるのは間違いないんだけど。そうか。で、クモまだ張り切って探してる。なら俺たちはあいつが誰なのかを確かめよう。あいつがどこの誰なのか、警察に追われてる容疑者ってのと本当に同一人物なのか、それさえ分かればあとはいつも通りやるだけってこった。そうだね。もしあの子が本当に犯人であっちの世界に行ってたら、警察も手出しできないし。つまり俺らがやるっきゃねえってことだな。じゃあみんなで情報集めよう。